会社ステップフォワードの社長でいらっしゃいます福田権兵衛さんをご紹介したいと思います。そこでこの人もね、はい、どうぞ。権兵衛さん、権兵衛さん、はい、よろしくお願いします。ここまで来ましたからね。役所が違う。俺そう。うん。はい、どうぞ。どうぞ。どうぞ。お願いします。なんか、なんか、気合いが入ってます。緊張しちゃった。いや、先のリハ大丈夫かなと思ったんですけど、全然、ありがとう。いや、気合いと。この笑顔がいいですよね。笑顔いい。よろしくお願いします。いや、あのね、もうスタジオにもね、もう 1,2 回いらっしゃっててですね、その時に名前から終わった後もね、いい回でね、こう笑顔とあれが良くて、よくよく調べたら、すごい人なんですよ。全然どう、後でね、ちょっと出しますけどね、これはぜひぜひ言われたい。どう見てもお二人のファッションが、打ち合わせをしてたんじゃないかって、帽子でしょ。いやいや、目がね、眉2つなんでしょ、目が2つ、鼻が1つ、口が1つでしょ、似てるでしょ、似てますよね。お友達、お友達ね、ちゃんと下げるもん下げてますからね。お友達、そうね、お友達ね。ということで、はい、ちっちゃい時の夢って何だったんですか。いや、正直申しましてね、はい、はい、正直申しまして、はい、さっきと違うんですけど、はい、さっきと違う、いや、全部下見て、これが大丈夫かな、顔が全然合わせてる、全然違うじゃないですか。本番ですから。本番強いんですね、本番が強いんですね。いや、祖父母かな、はい、の屋敷と同じようなうちに、やっぱり母を休ませたいなと。あ、お屋敷もうそれしかない、ね、祖母はすごいとこ住んでらっしゃったんですよね。まあ、結構世田谷では頑張っていたみたいで。すごいですね。これですね。あとさっき言ったあの京王線のね、はい、電車、はい、もう一番前に乗りながら、はい、ね、新宿からこうずーっと行くわけですよ、はい、45キロ最高なんですよね、はい、俺だったら50、60でいいんじゃないかなと。ちょっと早くらしい。なるほど。そういうことがありましたね。あ、実際それで見て、なんか、そうですね、はい、で夢としては何ですか。夢としてはやっぱりだからその祖父母の屋敷の家に、やっぱり今でもそうですけど、はい、母を住ませたいっていう、住ましたいという夢を持ってよ、うん、今でも変わんないですよ、それはね。じゃあさっきと全然ちょっと打ち合わせと違うんですけど、でも気持ちがあったんですよ。気持ちがありましたね。ああ、それをあって、で、それに夢あって、それで、学生時代なんか。学生時代はもうどうしようもないね、もう本当に。どうしようもなかったですか、まあ、どうしようもない。遊びにっていうか、まあ、親父にしてみたらね、どうしようもない。で、そのお屋敷に住ませた夢なんか、今、ずっとどっか吹っ飛んでやっちゃうんですね。そのためにね、はい、なんとかして超富豪になろうと思ってね、はいはい、いろいろ考えた方がいいんで、考えて遊んでたわけですね。いや、大学時代は遊んでましたけど、あ、でも卒業してから、ああ、今度は卒業に入ったんですね。今、さっきから大学学生時代は十分に楽しかった。めっちゃ遊んでね、遊んで、お金を、親のお金を使って、いや、おばあちゃんのお金とかね、いろいろ使ってね。ああ、じゃあもうどうしようもないんですよね。どうしようもない。先ほどの出なかったらね、ね、自分で稼ぎませんでしょ。だからもうそれとこう、律してね。いいところボンボンだったんじゃないですか。いや、全然、アンダーザブリッジですよ。走りました、走りました。それはそう感じますけどね、それいけないですよね、出してもらって。ということで、はいはい、それで学生を辞めて、で会社に入られたんでしょ。まあ、僕はランドジャパンっていう会社にね、実は初めに入ったんですよ。ランドはどういう会社なんですか。初めて日本でできた、はい、ラングラーアメリカの会社なんですけど、はい、東洋坊の立場はね、はい、記事で、はい、バンジャケットの営業マンで、はい、三菱商事が物産かなんかの資本だったんです。で、初めて作った会社で、で、みんな営業マンはバンジャケットがしたんですよ。バンジャケット、で、僕たちが初めて、まあ、学校を卒業したのが入ったんですね。はいはい。その関係者もうち来てましたよ、なんか出てましたよ、ね、バンジャケット関係ありました。あ、そうなんですか。で、それで、はい、で、全国それ、でもそれは6ヶ月で辞めちゃいまして。なんで辞めたの。まあ、親父が、お前、将来よ、副業もいいけど、もうちょっと英語ぐらい勉強しろって言われて。英語勉強しろ。まあ、お父さんね、それで、世界中埋まってらっしゃったから、ね、まあ、それで、まあ、しょうがなくですね、はい、会社に辞めまして、はい、で、まあ、しょうがなく、三菱関係の会社。なんかなんだこれ。元相撲。ファッション関係とか遊んでたんですよね。ね、楽しくて。いや、洋服は正直言って僕はもう中学校3年から考えですよ。今67だけど。はいはいはい。だからもうそれだけもう考えですね。それで、はい、その三菱商事系のどういう会社か。三菱商事って日本郵船のね。すごいじゃないですか、日本郵船の会社でしたね。あ、
そこのね、女秘書の人、今でも独身、この前亡くなったんですけど、秘書の英語ペラペラ、いつ来たの、おばあちゃんで、まあ、世界の優先ですからね、そうですね、人来てましたよ、渋谷の店に、うん、そう、仲良くなったんですけど、うん、あ、そうですか、そうです、優先ですね、テレビじゃないからということで、はいはいはい、それでじゃあ、うん、世界中回られたんですよ、じゃあまあ僕はメキシコの担当だったんで、メキシコ駐在、メキシコには行きましたね。メキシコは、ね、はい、遊びとかもなんかいろいろあったら、なんか、いや、メキシコは行きたくなったんですよ。一番行きたいですよ、なんか、いや、ブラジルでしょ、ブラジル。あ、ブラジルはもうちょっともっと悪い。うん、ボサノバ好きだから。ボサノバ好きだから。でも、ね、メキシコでがっかりしたんですよね。何をバカにしたんですか。だって面白くない音楽うるさいしね、飯まずいし、約束守んないし、守んない、もう最悪でしたよ。最悪。うちの親父に帰った時になるとみんなクレヨンばかり、メキシコなんか最低だ、クレイジーだって言って帰ってきたらもう大好きなんですってね。メキシコ、メキシコ行きてえな、今でも行きてえな。女性が良かったでしょ、女性が。いや全然全然ダメ。そのメキシコの雰囲気ですね、エキゾティックなね、アメリカとメキシコの国境のあたりとかね、ずっと雰囲気が街抜群に、そう雰囲気がいいんです ね、 いいですね、女性なんかも、はい、女性はあまり関係なかったけど、かったです、街の雰囲気ですね、街の雰囲気、金太郎さんが女性雰囲気だけどね、違う違う女性はね、日本でしょ、日本が、日本に行ってきました、ね、なんか日本の女性ということですから、いろいろ回ってきてね、まあ、ネット上で出てきます、いろいろ書いてます、汗かきますから、書いてあります、書いてます、書いてます、ね、ということで、はい、そこからまた、なんか変わっていったんでしょ、そこも早く辞めたんですか。ね、そこは20年ぐらいいました。すごいじゃないですか、うんうん、すごいですよ、20年も。だからその前もちょっと言いましたけど、竹下の お金が、まあ、ドルで入ってたわけですよ、はいはいはい、280円とか、はいはい、竹下が総務、うん、外務大臣になって G7 で180円になって、はい、170円になって、はいはい、給料が全部目減りしたんですよ。ドル建てだからね。ねえ、どうしよう。うん。だ僕、まあ当時はね、アメリカのゴ、はい、ールドマンサックスとかなかったから、はいはい、結構給料良かったことですよ。良いですよ。聞いたら最悪ですよね、もう。最悪でも普通にいっぱいもらってた。いやいや、それでもう、はい、辞めること考えたわけです。あ、辞めること。辞めること考えた。皆さん、真似しちゃいけないですから、辞める。お金のこと。絶対しちゃダメで、これは。お金の動いたわけですね。そうですね。そうなんですね。皆さん、お金じゃないと思うんですけどね。うん、はい。会社入った理由も、はい、政治のコネもあったけど、はい、世界中で どの荷物がどの国にあるかとか、はい、どの荷物が日本にないかっていうのをずっと、ね、見れるんですよ。意外と頭使ってたじゃないですか。意外とバカじゃない、バカじゃない。意外と。すごいですね。あ、だからね、当時はコンサルやってる人はこういう関係で、ね。そう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 。そうあるわけですね。そうそうそう、すごい頭脳を持ってらっしゃる、ね。だから一応ね、パキスタンの NHK みたいな番組で出たんです。すごいじゃないですか。拍手ですよ。なんだっけな、そんなことないんですけど、エキスポがあるんです。はい、パキスタンって、はい、ああいう平和圏でナンバーワンの工業と経済と、このポピュレーション、銀行があるわけですよ。営業業がすごいんですよ。そこで一応イスラム圏専門のエキスポをやってたんですよ。そこに一応呼ばれて、誰もいない。お、すごい。全部バーって回って。で、車だって本当に前と後ろにこうガイドのが、すごい今、高速公開されて、我々の車は真ん中ですよ。すごいですね。そのぐらい、言葉が、うん、そうですね。ついてる。で、そこに行って、誰もいないところでこう、で、はい、受けたという話があったんですけど、すごいですね。話を聞いてみるとすごい、すごい、すごい人じゃないですか。意外ともう本当に、うん、まあ、そうだ、それはいいんですけど、はいはい、そっからまた何か変化したんでしょ。で、今はで、そこなんで今の仕事には関係してきたんですか。で、結局、はい、うちのが、はい、まあ、そのこういうコーディネーターの仕事ってすごく大きい仕事なんですよ。大きいですよ、それ。こういう関係って大きいですよね。金額も本当にもう、はい、本当に金額が違うんですよね。金額でもやっぱりこの、うん、その関係してるのが、はい、閣僚とか、まあ、元首じゃないけど、そういう人たちなんですよ。ああ、じゃあ特別な人ですね。そう、誰かが国と国ですもんね。そうですね。ちょっと誰かがこう死んじゃったり、問題があったり、はい、引き下ろされちゃうと、はい、既得権飛んじゃうんですよ。ああ、その人が全部ああいうところは国は全部そうですよね。はい、途上国はみんなそう、特にそうですよね。はい、そんなことがあって、はい、じゃあもっと堅い仕事やりましょう。堅い仕事ですね。で、私はパンが好きだから、はい、私は味噌が好きだったんですけど、はいはい、パンが好きだって言うから、はい、まあじゃあドイツのライ麦のパンを行くことで、
良かった。じゃあ日本で最初にじゃあインポートするライムでしょうね。おお、すごいですね。最初というかオーガニックのライムのパンで、あのパッケージ 250g 作ったのは多分でしょうね。お、すごいですね。それまでみんなこんなでかいね、ブリックみたいな、ね、500g だったんか。ね、こんなね、そう、それをうちが開いたんですね。オーガニックの走りですね。走りです。じゃあいろいろオーガニック走って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 心配してましたけど安心して大丈夫、ほんまに強いじゃないですか。私だって落語家の息子だから。落語家の松江ですよ。松江誰の松江っていうのかな、これ誰の落語家とね、牛蹄サラダって言います。牛蹄、一人サラダでいらっしゃいますか。あのネットニュースで。じゃあみんなで後で。牛蹄サラダっていうのは僕のおばあさんのお父さん。へえ。じゃあそっちが。もう分かんないですね。それで、それと今の仕事繋がらないから、それで行かないと終わっちゃいますよ。そこで、仕事がかなりうまくいってたんで、一番だったんですよ。そしたらやっぱりこの初めはこうライムとかミューズリーとか、はい、売れてないとみんな噛みたいんですけど、だんだんムーブメント起こしてるんですよ、はい、うちで、はい、うちでワイプが起こしたんですけど、はい、私はカバン持ちだけどね、はい、素晴らしい。でそれで起きてきて、まあ、正直言って東京中の高級、まあ、輸入食品にはうちのパンがバーッと入ってたんですよ、はいはい、だん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 こう目につくじゃないですか、はいはい、でやっぱ大手とかね、はい、対抗馬みたいなのが出てくるわけですよ。それでいろいろチャチャがあったりして、で、まあ、あの力そこにも及ばずですね、はい、判断したわけです。そこで、はい、やめようとしたわけです。だけど彼女は病気だったんですよ。それが気候だったんですね。気候で気候入って。そうです。直してあげたい。まあ、そう。相当愛してる、愛してらっしゃる、奥さん、愛してらっしゃったんですよね。頭下げてます。ああ、多分見てらっしゃる、チェックしてらっしゃる、チェックされてる。もう、うるさい人でね、うるさい。そういうことで、そうですね、愛したい。ですから、気候で、まあ、かなりのことで、学んだの。出始められた、うわ。ネットで見たら世界中を研究してもらったっていう、まあ、まあね、まあ、仕事だもんですけど、ね、仕事で世界中もあるんですよ。遠隔ですね、遠隔療法、うん、あのまあ新鮮なのか分かんないけど、こう離れてでもこうやってやると入る、すごいしか普通なかなかないですよね。でね、やった国はね、はい、ドイツ、アメリカ、フィリピン、パキスタン、はい、台湾かな、はい、メキシコが一番最後、メキシコ、うん、やりましたね。世界中からセレブ人来てるんですよ。スポーツ人とかね、すごい。すごい人たち来てるんですよね。技来てるんですよ。あと技をね、皆さんチェックしますよ。あとね、あの、今、子供たち少ないじゃないですか。子供を増やす、そのメゾット作られたの、すごい。もう、で、日本ね、もう、変な話。まあ、変な話じゃ、これは普通、当たり前、当たり前ですよ。日本が、その性っていうものを、ちょっと変に考えてる。そう、違うんですよ。それも話してもらえますかね。そうですね。はい、あのやっぱりこう人間のエネルギーの一つとして、はい、まあ、性というものを僕は感じたんですね、はい、というのは聞こえてたら、はい、急にこう元気、なったわけさ、なんだろうな、瞑想してるのになんだろうなと思って研究してったら、やっぱりそのエネルギーだった、はい、本当にそうだった。それで男女のエネルギーって、はい、性のセックスじゃなくて、はい、そういう交換、その陰陽があるじゃないですか、うん、やっぱりこうデイライト、要するに明るい時もあるし暗くなるし朝出るのありますよね、はい、全てのものがバランスなんだなと思ったんです、はい、中庸ですよね、はい、行き過ぎちゃいかん、はい、なすも困る、はい、バランスなんですよ、はい、やっぱり男女も完全バランスだと思ったんですよ。それ気づいたのが、子供の明るい子、すっごいこのくらいの子供が明るい顔してニコニコ笑ってた写真見たんですよ、はい、もう眠くてしょうがなかったんですよ。パーッて目覚めたんですよ、はい、と同時に、まあ、女の子とこう練習してる時も、そういう眠い時ありますよね、はいはい、で、その意識したら、パッと開いたんですよ。あ、これエネルギー、要するに、ものはエネルギーなんですよ、うん、全てが。でね、私自分でちょっと詳細コマーシャルですけど、はいはい、全てのエネルギーですよね、はい、そうするとね、こう、洗濯粉から出てる、洗濯粉がね、はい、こう、太陽にこう出ちゃって、これだけが赤く焼いちゃったんですよ、はいはいはい、目つぶってて、これで分かるんですよ。他の上でやんな、他の上でやんなって全部エネルギーだから、はいはい、でそのぐらい敏感なんですよ。あ、そこを持ってきて男女との女性とのエネルギーの交換、は
バランス。例えばこう膝小僧、はい、膝小僧でも要するにあの、あとね、ごめんなさい、あとね、2分30秒ぐらいはちょっと早めに行きましょう、ね、はい、じゃあそれでいいです、はい、でそれでそういうことをね、行きますよ、エネルギーをね、でそれ変な話、女性もやっぱり、うん、よし、じゃあ子供もとか今、うん、エネルギーになってるんですよ、うん、男性もだから、そういう日本が一番働きすぎて、うん、勘が頭使いすぎて、うん、そういうのは全然ないですよ、もう欲も何もない、そうですね、欲湧くようなんですよ、僕チェックしたの、みんなが、男性も女性、うん、そのどんどんね、こうみんなが動くようになる、ただ今の難しい病院行く損じゃない、気でみんなが元気になると子供いっぱい作れますよね、元気になって感謝して喜んで、子供どんどん作れますよね、ニッコニコするわけです、自然と、と体がボンボン温まってるんですよ、はい、だから体が温まるからここ子宮環境も良くなるし、でメンタル的に安心するからいいホルモンが出てくるから感じやすくなってるわけです、あ、それをね、指導するのもありますよね、チェックしてください、本当にね、一番なんですよこれ、はい、こうやって感じないっていうのは血流が回ってないから、血流が回ってくると交感神経が、はい、副交感神経が変わるわ、はい、そうすると血流が回ってきて筋肉が緩んで、はい、患者さんと、あとそれに感謝言える、はい、それは音玉、音玉、はい、ありがとう、サンキューベリーマッチ、アプレシエート、フェーバレット、トラウでもいいわけですよ、あ、なるほど、ね、それを世界回るわけ、あ、これもう世界関係ないですよ、世界にも時間ないですから発信することだって、はいはい、ちょっと待って、Thank you very much Mr. Giri. I'm very happy that you have heard my comments and I hope my contribution will be able to contribute to your country. I'm going to visit India for next 1 year, 1 hour, month. So I hope my method will be prevail into India. Thank you very much. Thank you very much. お疲れ様でした。また何秒ですか。危ない。危ない。じゃあちょっと。はい、ちょっと首かなんかちょっと整体を、あ、ちょっと整体30秒だね、あら、あ、できるじゃん、いいよな、はい、じゃあ、はい、お願いします。じゃあ、あと一番簡単でやったんですけど、はい、僕、触らずに感じるんですよ、はい、ここのところですね、失礼しますね、はい、ゆっくり息吐いてください、近くにください、はい、いいですよ、ちょっとシャッとしてらっしゃる、息吐きながら、そうですね、ここの筋が、ここはどうですか、痛くない、ここのところはずさすがにね、これだけ皆さんがいらっしゃると、恥ずかしがりで抜くんで上がってしまいますけどね。はい、ということで時間来ましたね、はい、ということでお疲れ様でした。ちょっと会場の中で何かありがとうございます。いや、あの、恥ずかしい、センター街から、はい、どこスタジオ、はい、あの生徒、まあ、弟子がセンター街でやってますんで、はいはい、そこでいつも活かせてもらったり、はいはいはい、ということで皆さんね、はい、ネットであのフェイスブックよろしく、はい、はい。